いよいよホープフルステークス、今年の最後の G1 ですね。ここでは、大枠での過去の傾向。まずは、登録馬の紹介を、ナオミさんにしてもらいましょう。JRA 競馬ファンの皆様こんにちは。私も競馬ファン1年生のナオミです。有馬記念、感動しましたよね。ますますファンになりました。本日は、どうぞよろしくお願いいたします。ここからは私がお届けいたします。進行の紬です。まずは、登録馬をご紹介いたしますね。シーエンテア、ゴンバデカーブス、レガレイラ、ベロキラプトル、センチュリボンド、ミスター GT、湘南ラクンタ、タリフライン、シリウスポルト、ウィンマクシマム、サンライズアース、サンライズジパング、ディスペランツァ、ニューステソーロ、アドミラルシップ、インザモーメント、アンモシエラ、テンエースワン、カフェグランデ、ホルトバージ、ロジルーラ、ココナツキュート。データ1、大敗直後の馬は不振。過去9年の3着以内は27頭は、いずれも前走の着順が1着、もしくは2着以下で1着馬とのタイム差が 0.3 秒以内だったんだって。直近のレースで大敗を喫していた馬は、評価を下げた方が良いらしいよ。前走大敗しているのは、ココナツキュート、サンライズジパングこの2頭が該当。データ、その2。前走の素足に注目らしいよ。過去9年の3着以内馬27頭中26頭は、前走が JRA かつ前走の上がりサンハロンタイム推定順位が3位以内だったんだ。一方同4位以下だった馬は3着内率 2.6% と苦戦しているんだって。前走で出走メンバー中上位の上がりサンハロンタイム推定をマークできなかった馬は疑ってかかった方が良さそうなんだって。4着以下の馬はロジルーラ。データその3。前走との間隔がポイント。 G1 として行われた過去6年の3着以内は18頭中17頭は前走との間隔が中4週以上だったんだ。中4週って何？競馬を使った翌週は連投、その次の週が中2週なんだ。一方中3週以内だった馬は3着内率 4.5% と苦戦している。臨戦過程を比較する際は前走との間隔に比較的余裕がある馬を高く評価したい。ウィンマクシマム、カフェグランデ、シンエンテラ、ディスペランツァ。データその4。一勝クラスやオープンクラスのレースを勝っていた馬は堅実。 G1 として行われた過去6年の3着以内馬18頭中15頭は JRE の一勝クラス以上の芝のレースにおいて1着となった経験がある馬だった。該当馬は3着内率も 41.7% と優秀な水準に達している。新馬や未勝利を除く芝のレースで優勝したことのある馬は有力と見ていいんじゃない？勝っていない馬、アドミラルシップ、インザモーメント、サンライズアース、湘南ラクンタ、タリフライン、テンエースワン、ニューステソーロ、ホルトバージ、ミスター GT、 レガレイラ。ここまでで残っている馬をまとめてみると、ゴンバデカーブス、ベロキラプトル、センチュリボンド、シリウスポルト、アンモシエラ。なお JRE の1勝クラス以上の芝のレースにおいて1着となった経験がなかったにもかかわらず3着以内に入った3頭はいずれも所属が立冬、かつ誕生月が2月以前だった。新馬や未勝利を除く芝のレースで優勝したことがない馬であっても早生まれの関西馬はマークしておいた方が良さそうだ。該当馬、インザモーメント、サンライズアース、サンライズジパング、湘南ラクンタ、テンエースワン、ディスペランツァ、ミスター GT。 ここまでが復活した。なかなか手強いわね。まだまだ情報量が少ないから難しいよね。基本的には内枠優勢。 G1 として行われた過去6年の3着以内は18頭中13頭は馬番が1番から8番だったんだって。一方9番から18番だった馬は3着内率 11.6% とやや苦戦している。どちらかといえば内枠優勢なレースと見ておきたい。なお馬番が9番から18番だったにもかかわらず3着以内に入った5頭のうち3頭は前走が重賞、かつ前走の4コーナー通過順が5番手以内だった。前走が重賞以外、もしくは4コーナー通過順が6番手以下だった馬は3着内率が 5.4% にとどまっている。前哨戦の重賞で先行していた馬でない限り外寄りの枠に入った馬は過信禁物と見るべきだろう。外国人ジョッキーの活躍が目立つ。一番人気は限らず2022年では記憶に新しいデュラエレデが14番人気から1着に来ている。迷ったら外国人騎手を選びたい。サンライズアース、ディスペランツァと復活組が該当した。
関東馬や外枠の馬は勝ちきれていない G1 として行われた。過去6年の優勝馬6頭はいずれも所属が立東で馬番が11番から内だった。表でも同様の指摘をした通り、極端な外枠に入った馬は強調しづらい。さらにこの6頭は前走の着順が1着もしくは2着以下でも1着馬とのタイム差が0、2秒以内だった点や、前走との間隔が中4周以上だった点も共通している。生産者別、過去5年での副賞圏内はノーザンファームが15頭中11頭 73% と圧倒的。ここでもノーザンファームから買えば良いように思える。該当馬、サンライズアース、テンエースワン、ミスター GT となる。まだまだ絞りづらいが、この3頭を主に寛大、ゴンバデカーブス、ベロキラクトル、センチュリボンド、シリウスポルト、アンモシエラ、インザモーメント、サンライズジパング、湘南ラクンタ、ディスペランツァ。今回はここまで絞ってみました。次回は調教から考察したいと思います。いかがでしたか？有馬記念が終わり、このレースを見られている方はクロートの方々なのかな。2023年をこのレースで締めくくり、気持ちは金杯でいっぱいなのでしょう。私も同感であります。次回は金杯、ぜひともチャンネル登録をしてお待ちいただけましたら光栄です。良い年を迎えるためにも次回の調教をお待ちくださいね。現在バンコク編の動画も並行して配信させていただいております。これからタイ、バンコク、パタヤ、プケットへご出発の皆様、楽しんでくださいね。今のタイは誘惑がいっぱいなので、いろんな意味でお気をつけてお出かけください。パタヤではこの時期はウォーキングストリート内のお店も入店できないこともあるかと思いますので、この後パタヤでの注意点などもお伝えする動画も配信したいと考えております。パタヤのお店に入れない時の抜け道や持っていれないもの、それから絶対にしてはいけない注意点など、パタヤを中心に撮影してきた私からの忠告もお伝えいたします。プケットではサンドバーに行かれれば大体の情報は入手できるはずなので、ぜひお立ち寄りくださいね。パトンビーチでツアーを探すなら日本人経営の旅行会社ハッピーツアーがおすすめです。チェンマイに行くなら私が配信しているチェンマイ編をご覧ください。チェンマイでナンバーワンの美女のお店をご紹介しております。バンコクでお遊びの際はたくさんの移民の方が来ておりますので、トラブルに巻き込まれないように気をつけてくださいね。いよいよ冬休みですね。本当に羨ましい限りです。札幌にお出かけの際はスナック原価も大変混みますので、早い時間に行くか今のうちに状況を電話で確認した方がいいかもです。どこの店にも入れないなんてこともありますから、お気をつけて。スチームサウナでおなじみのサフロもないからかなり寂しいですが、だるまで美味しいジンギスカンでお楽しみくださいね。それでは楽しい時間をお過ごしくださいね。ではまた、バイバイ。次回の配信をお待ちいただけましたら光栄です。